お疲れ様です、スーさん。お疲れ様です。緊急事態宣言が9月末まで延びましたけど、それについて一言コメントお願いします。まあ、知ってましたよね俺は知ってたよ、予想はついたよね。うん、しょうがないね。まあ、今年海見た？海嫌いなんで、そもそも。そうなの？嘘。ガラスは川派です。海、うん、川派、川派。じゃあ埼玉にもいっぱいあるね。泳げないので、まず水辺に。マジか、お前らはもうあんま関係ない。緊急事態宣言延長については何かお二人一言。はい、ガラスさんとエリスさん。外出ねえかんな、そもそも変わんないよね、うん、まあって感じ。まあって言ってる。まあ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 、なんでしょう、うん、ライブさえやってくれれば何でもいいって感じだよね。ライブか、行ってないな。ライブも開催、え、ネットでやってるとかそんな感じ。まあ、この間ベンチ行ったんすけど。お、行ったの？お、どこに？声出しできないし、声出すとほら、なんかほら愛知県のあそこ、ああいうフェスみたいに言われちゃうからね。でも、もう隣空いてないで、うん、結構。あ、そうなんだ。ちょっとずつ感覚空いてる。だんだんそういう風になって。またそれも結構中心の流れが。そうなんだ。ちょいちょい出てきてる。いつまで頑張って感じですよ。オンラインで見ました。あ、オンラインも増えてきたよね、はい、もうそれも慣れたよね、オンラインもね。いや、でもやっぱ物足りないっすよね。うん、そうだよな。大会もないしね。大会もないしね。結局合わないから。そう、公認大会が結局もうあの延長ってことで再開できないんですよ、多分。うん、っていうことです。まあ、だからうちはもう非公認もそういうのもあんまりやんないんで、はい、ということです。リモート大会は、はい、リモート大会この間実験的にやったんだけどねって何ともいや、わかんないけど、まあ、まだ初めてだからさ、うん、大変。気軽にやれないのがね、環境が。なんかちょっとめんどくさい、ね、ちょっとめんどくさい、うん、うん、みんなおのおのなんか、ね、呼びつけたりするのも大変じゃん。なんかあれ、ログインしてないよ、旗どこ行ったのとか言って、旗ここにいたとか、なんかさ、声が出てないとかさ。そう、目の前にいたら本当にすぐできるのになっていう不自由はあるね。はい、この間やったよね、リモート通話。やりました、やりました。うん、どう？ま、ちょっと手間かかりますね、やっぱり。慣れてないっていうのもあるんですけど。そうだよ、見づらくない？僕は、カメラ用のアカウントと、うん、フレのアカウント分けて。そうさ、そうそう、2つあんだよ、アカウントが。そう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 。一応それマッチさんに教えてもらって。うん、その方が見やすいよって。ただ、その、スマホで見てる人だと、うん、結局、その、画面分割が、その、2つのアカウントでやってるところは3つのアカウントぐらいじゃないですか。僕のカメラアカウントが入るわけだから。はい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 。ちょっと見づらくなっちゃうっていう話も聞いて。そうなんだ。それはちょっと申し訳なかったなぁと。これ見やすかったっす。本当に？大丈夫です。いや、まあ、こういう環境をみんな整えば、逆に再開とか始まった時、調整とか、うん、まあ、やってる人は多分前からやってるんで。うん、そうかそうかそうか。今はそのウェブカメラ使ってね。うん、まあ、スマホ1台できましたよ、ね、あ、そう、はい、なんかこう見づらくなっちゃうかな。じゃあやっぱみんなが慣れてくればもうちょっとスムーズにいくのかな、はい、っていうかもう、うん、延長延長だから必然的にそういうのやっていかなきゃいけないもんね、はい、ということでした。あとはちょっと、はい、うちの会社の野球部の活動が全くできなくなっちゃう、うん、ああ、そうか、運動不足か。本当は太っちゃう、太っちゃう、8月に練習する予定だったんですけど、うん、緊急事態宣言になっちゃって、うん、できませんと。で、9月上旬にグラウンド取ってたんですけど、うん、延長になってまたできませんと。一応今9月下旬に予約してたんですけど、また延長になるんで、うん、多分中止になります。運動不足良くないですね。運動不足です。はい、皆さん運動しましょう。腹が、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 俺みんなサウナ行こう、サウナ整いに行きますか。整っちゃうよ、もうサウナで痩せるんですか。え、痩せます。俺が行ってるっていうだけでちょっと感じ悪いんだけど、みんなはい、そういうことでした。はい、肉が落ちなくなってくる。そうだよね、えみちゃん。はい、夏終わりますけど、うん、海見てないよね。見てない。うん、そういいんで、埼玉に住んでる。いや、だから埼玉から出られないから必然的に海で見られないんですよ。そうだ、作るか。海見れりゃいいもんじゃないっすよ。山口県もあったけど、まあね、どうせなら綺麗なとこ行きたいまあでもだからな、行くだけでなんかさ、所沢ナンバーがそっち走ってるとなんか見られるかもって思うといけないじゃん。そう、関係ないっすよ。そこは別にあんま気にしない。全然ここら辺だっていろんな県ナンバー走ってたりするじゃないですか。仕事だけしてみんな移動してるから、うん、あ、そうそう、それはあるんだけどね。まあそうですね、はい、ということであんまり行かないようにっていうことですよね、はい、じゃあ一応9月末までということになりました。デュエルスペースは引き続きあんまり大ピラには、はい、あの県外からのご来店はご遠慮くださいということで、はい、お願いします。はい、じゃあお疲れ様です。